に一体何が待ち受けているというのだろうか。決め球はライジングキャノン、かっこいい。だから広告は読まなくていいんだよ。もうとっととここから出ましょうよ。まだダメだ。あの小僧を野放しにするわけにはいかない。アイテム、釘抜きを手に入れた。ひ、ケチャップもったいないな。ケチャップなのかこれ。ファイル、来館者ノートを手に入れた。見てみますか。拾った時こんな絵だったかしら。さっき拾った絵が変わってる。他のユーザーと結婚、好き。俺も。誰だお前。離婚もできる。もうマジ無理別れよ。俺も。離婚もできるのか。お前ら何なんだよ。さて読みますか。プレイルームの来歴書類、1800年代後半、作者、詳細な制作年ともに不明。注意、この絵を所持してから怪奇現象を目撃するようになったとの証言あり。やっぱりこの絵はやばいのね。1995年9月2日、今日から展示されたプレイルームの絵を見に来ました。絵の中の子供が今にも動き出しそうなくらいリアルでとても素晴らしい。来てよかった。1995年11月14日、評判のプレイルームを見に来たんだが、パンフレットの絵と違った。私がこの絵を見た時確か子供は横を向いていた。1996年2月6日、俺が見た時、絵に子供なんか描かれてなかったぞ。しかも展示室から声がしたけど、誰もいなかった。もしかしてこの美術館、出る？怖い。1996年4月21日、やべえマジだ。プレイルームの絵変わってる。怖。誰もいない部屋から声が聞こえた。子供が見ている絵が変わってた。怖え？1996年8月8日、幽霊が出るとかで若者が騒いでうるさかった。二度と来ない？私も同意です。落ち着いて見れない？1997年1月12日、あの絵の噂のせいで来館者が随分減りましたね。今年からあの絵の展示は中止になったようですが、私も気味が悪いので今日で最後にします。やはりあの絵のせいで美術館に誰も来なくなっちゃったのね。確かにこれだけのことがあれば誰も来なくなるわ。さて次は何をすればいいのだろうか。おほう。お前どこタップしてんだよ。いや、何か仕掛けがあるかなと思って。あるわけねえだろ。物は試しよ。試しすぎだ。なんだか不気味ね。確かに。今にも動き出しそう。いやー。すごい丸顔だったね。そこかよ。ヘルメス像。エルメスは好きだけどヘルメスは今回の件で苦手になりました。あ、この絵は。絵は釘で打ち付けられている。絵の中の世界にあったのと同じものだ。これ使えそうな気がする。取れた？アイテム、犬の絵を手に入れた。普通に泥棒やんけ。この絵は寝床ってタイトルだったのね。ということは他の絵も回収するのかな？探してみよう。何か起きてるよ。アイテム、フレームのない額縁を手に入れた。また妙なもの拾ったんか。何する気なんだろう。次はどこへ行けばいいのだろうか。いえ、行かないで。あの小僧の仕業か。早いとここの場所から離れたいよ。け。反応遅いな。何今の、マジビビったんですけど。あの小僧は何が何でもここから逃がしたくないみたいだね。展示室に移動しますか。しましょう。残りの絵はここにあるのかな。こりゃまた今にも動き出しそうな像がたくさん置いてありますな。早いとこ回収して移動しよう。あった？貴婦人の絵だ。またケチャップが。アイテム、肖像画を手に入れた。壁が血まみれ、なんなのよ。こっちが聞きたいわ。あとは貼り付けの絵だけだね。なんだこれ。なんで額縁だけ飾ってあるのかしら。あら、何か紙切れが挟まってる。ファイル、破れた式のページを手に入れた。後で読んでみよう。額縁を外しますか。はい。アイテム、額縁を手に入れた。どう使うんだこれ。組み合わせ用アイテムかな。最後の一つ来た。アイテム、貼り付けの絵を手に入れた。これで全て揃ったね。何か聞こえた？石像が動いたんか？不気味な絵が飾ってありますなぁ。闇落ちした千と千尋の棒か？さっき手に入れた式を見ますか。息子が見ている絵は、あの子が特に気に入っていた。私が描いた三枚の絵だ。寝床、ダッケイズ、貴婦人、この三枚の絵も一緒に飾ろう。四枚揃ってプレイルームの完成だ。四枚並べて飾れる額縁を作り、それぞれの絵の並び順がわかるように印をつけておいた。さあ、明日からこの絵を展示してくれる美術館を探そう。私の絵が好きだと言ってくれた息子のためにも、私は生涯絵を描き続ける。息子よ今までありがとう。どうか安らかに。なるほどそういうことか。要は4枚の絵を揃えてプレイルームを完成させてあげればいいのね。まずは4枚の絵を収められるように額縁を作ろう。これ取り外せそう。来たこれ。あとは最初に入手した額縁につなげれば。来た。大きな額縁。絵を4枚ほど飾れそうな大きな額縁。
これで4枚収められるね。あとは収める順番だ。中に何かあるぞ。パズル？開けてみてみよう。人形の引っ越し、遊び方、白と黒の人形の位置を入れ替えてください。ささっと解いちゃうぜ。できたー、余裕だったわ。お、そうだな。アイテム、色鉛筆を手に入れた。色鉛筆なんか手に入れてお絵描きでも始める気か？この紙は何かしらー。ファイル、エッチ教本を手に入れた。何？怪奇現象。結局もう一度絵の世界に戻って4枚の絵をスケッチしろってことなのかな？ひえ。近づいとる。な、何この像、近づいてきてる。しかも目からデスソース流してるし。今必要な情報は絵の並び順だけど、スケッチすることでそれがわかるってことでいいのかな？とりあえず絵の世界に戻ってみよう。一面血だらけやんけ。何これ、血？切れ字の人でもいたのかな？血が、流れてる。血の出どころは野獣たちの目みたいだね。恐ろしや。まずは貼り付けの絵の中に入ってみよう。この人をスケッチすればいいのかな？書けた。見してみ。ファイル、貼り付けの絵を手に入れた。絵をよく見ると肩のところにマークみたいなのがあった。それが並び順のヒントなのかな？他の絵もどんどんスケッチしていこう。